ばんは、カリンバミントです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は世界最大級の音楽の展示会、ナムショーで、今年ベストイン賞を受賞したクラフトギークさんのこれまでにない譜面台をご提供いただきましたので紹介したいと思います。クラフトギークさんはアメリカの会社で、譜面台の他にもスマホ用三脚やプロジェクター三脚などを販売されています。では開けてみます。はい、こんな感じで入っています。よいしょ。で、説明書も入っています。あ、説明書ちゃんと日本語表記もあって助かりますね。はい、開けてみるとこんな感じで、スタイリッシュでコンパクトなデザインです。折りたたみ地の長さは43センチです。使い方は割とスマホ三脚に似ている感じですかね。こう緩めてもらって開けます。で、三脚部分は下のこのつまみを左側に回してロック解除して、で、ここをシュッと開けると OK です。で、もうちょっとこう角度を上げたからこうして、で、あとはこうただ伸ばすだけなんですね。こうギューッと、よいしょ、すごく伸びます。はい、もうちょっと伸びますね。見えるかな、こう。こんな感じ。よいしょ。はい。あ、全然見えない。私の身長よりはるかに高くなってます。ちょっとスマホで撮影します。はい、こんな感じで、引っ張るとどんどん伸びて、168センチまで伸びます。で、こんな伸びる譜面台ってなかなかないですよね。理想や、あと背の高い方にもおすすめできる商品かなと思います。高さ調節はネジとか必要なくて、伸ばしたり縮めたりするスマホ三脚によくある構造です。ですが、しっかりしているので、上にこう物を乗せてもずり落ちるようなこともなく使うことができます。楽譜を置くところはこんな感じで、下、上で真ん中をくるっと回すと、ここに楽譜が置けるようになります。ちょっと保護シート外します。で、保護シート貼ってあった部分に滑り止めのような効果がついていて、こう楽譜がずり落ちてくることもないんじゃないかなと思います。こう両サイドにこうクリップがついていて、楽譜を止めることができます。ちょっとやってみます。このように1枚のペラペラの楽譜でも、このようにクリップで止めることでしっかり見ることができます。で、このクリップも透明なので、こう楽譜が隠れることがないのがいいところだなと思います。真ん中はこのように伸びるので、見開きの楽譜をクリップで留めて、このように使用することも可能です。アルミニウム合金でしっかりしている分、本体は 1.1 キロなので重く感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、もう私はこうこうやって掘り投げられるぐらい、そんなに重たくはないけど、こう重心がしっかりしていて、こう倒れるような心配もないというような感じになっています。で、最大荷重は2キロなので、分厚い曲集や iPad も余裕で乗ります。はい、こんな感じで、これちょっと古い iPad なんですが、余裕でこう乗ってますね。もう1台、2枚、3枚ぐらい全然いけそうな感じの、こう開いて四角になるようなよくあるタイプの譜面台って、あの iPad とかだとこうこの頭の部分っていうのか、この楽譜を乗せる部分がちょっと重さに耐えられなくて、こうガコってなっちゃうこともあるので、最大荷重2キロだと十分安心して使えると思います。こちらは便利なオプションが選べるそうで、まず一つ目はライトです。こちらもかなりスタイリッシュなデザインで、こんな感じでコンパクトでとっても軽くて、こういう感じで開きます。で、この上につけます。こちらのライトは USB-C で給電ですね、充電じゃなくて給電も可能ですし、単三電池を入れてよりスマートに持ち運ぶことも可能です。今ちょっと USB-C で給電してみます。で、1段階、
で2段階っていうふうになってます。で消す、こんな感じですね。で近くで見るとこんな感じになっています。このライトの電池のところが小さなネジでこう開けて電池を入れるタイプになっているんですが、これがねちょっと面倒だなとは思いました。うん、なんかちょっと気軽に電池交換できないなっていうところがあります。どのぐらい電池がね1回で持つのかちょっとわかんないんですが、うん、これはちょっと惜しい点かなと思います。まあでも電池ってすごく危なくて、小さなお子様とか、あとペットがいるご家庭とか、あとは子ども向けのねイベントとかをされる方にとっては、まあ安心な構造なのかなという感じがありますね。2つ目はデバイスホルダーです。スマホや iPad を挟んでこちらにつけることができます。はい、こんな感じですね。はい、でこれはここにネジ穴があるんですが、ここにつけることができます。ここにネジ穴があります。ちょっとつけてみます。こんな感じでつけることができます。ここに今ちょっと子供のボロボロスマホしかないんですが、こうやってスマホをセットすることができます。最近はチューナーやメトロノームをスマホで使う方も多いと思うのですが、そんな時にこう譜面の邪魔にならずに使うことができます。あとは演奏時の動画もここで撮れますよね。このスマホホルダーを上部につけることでライトは使えなくなってしまうんですが、このググッと168センチまで伸びる構造を使って、なんていうかちょっとこう上目にねこう漏れるアングルで撮影することも可能です。こちらのデバイスホルダーは iPad Pro もしっかりと装着することができました。こちら旧型の 12.9 インチなんですが、新型の13インチもまだ余裕があるので止まると思います。で最後に紹介するのがこちらのバッグです。質感がいいバッグで、中にこんな感じで仕切りがついています。カメラバッグみたいな感じでついてますね。なので先ほどのこういったオプション品をこうやって入れて持ち運ぶことができます。でストラップもついているので肩掛けとかこう、あとこう斜め掛けみたいな感じもすることができます。今回送っていただいたのはコンサートコンボというもので、スタンド、バッグ、デバイスホルダー、ライトがついたセットですが、スタンド単品でも販売されています。でライトやデバイスホルダーが必要なければ、スタンド1本でシュッとこうカバンに入れてしまえば本当にコンパクトでスタイリッシュなので、こういう使い方もいいんじゃないかなというふうに思います。ではこちらの譜面台を使用しながらカリンバを弾いてみたいと思います。私が編曲で参加させていただいたワンアレンジで楽しむカリンバ J-POP& 人気メロディの中から1曲弾いてみたいと思います。やっぱり譜面台があることでカリンバと楽譜の目線が整ってすごく弾きやすいですね。私は iPad を、ね、よく使うんですが、 iPad をやっぱり載せられるのもすごくいい点だなというふうに思います。
ハリンバ演奏においての譜面台の位置の解説動画はブラインドタッチのコツの動画で解説していますので、そちらもご覧ください。動画説明欄に載せておきます。この動画本当に好評で、自分でもすごく頑張ったというか、しっかり頭の中を整理して作った動画なので、より多くの方に見ていただけるとすごく嬉しいです。はい、こんな感じで今回はクラフトギークさんの譜面台を紹介しました。価格がなかなか高いので万人の方におすすめというわけではないかなと思うのですが、見た目や使い勝手がスタイリッシュでスマートなところが一番の魅力かなと思うので、演奏だけでなくそういったところに関してもこだわりたい方向けかなというふうに思います。クーポンコードをいただいていますので、購入検討される方はぜひ説明欄のコードを使ってください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。